はい、皆さんこんにちは、佐賀キャッツでございます。6月は26日の月曜日でございますね。まったりとしています。今日は早かったんです。10時頃にここ入りましてですね、お腹空いてきた。ほんまにこれ喋ったらもうご飯にしよう。はい、まだ11時7分ぐらいですからですね、全場空いております。32,789 円になりましたね。プラス 7.96。 今日は忙しいわ、ほんまに。この日経平均、高値安値の振れ幅がですね、500円近くありますね。現時点ですよ。ここどうなんやろうって話。為替ドル円 143.538 と、あんまり動きなしでございますね。はい、ドルウォンでございまして、ドルウォンもなんか忙しくなりそうですね。1302.84 ですけども、このあたりでうにゃうにゃをうにゃうにゃしたいんでしょうけどね。はい、行きましょう。本題は産経新聞でございまして、これはですね、昨日の19時26分に出た記事でございまして、ベトナムに相次ぎ日米韓結束アピール、中国牽制ということでございますね。うわ、空母映ってるやんと思って、なんなんこれと思ったらですね、これはですね、原子力空母ロナルド・レーガンですね。これ横須賀を本拠地とする空母です。アメリカの空母機動部隊っていうのは11あるんですけども、そのうち海外のですね、港を拠点にしているのはですね、このロナルド・レーガンだけなんですね。つまり日本にだけ基地があるんです。アメリカの空母の。他は全部アメリカの領土の中にあります。まあ、ヨーロッパはヨーロッパでね、イギリスも空母持ってますしね。で、ヨーロッパの場合、空母はあんまり必要としないんですよね。地べたの空港がですね、それなりに役に立つんでですね。太平洋とかね、インド洋とか、あるいは中東とかの場合は空母が必要になってきますね。はい、で、本文いきましょう。米原子力空母ロナルド・レーガンが25日、南シナ海に面するベトナム中部ダナンに寄港した。事実上の空母化を目指す海上自衛隊護衛艦出雲も23日まで同国に停泊している。相次ぐ寄港で日米の結束をアピールし、南シナ海の領有権をベトナムと争う中国を牽制する狙いがありそうだ。ありそうちゃうね、あんねん、あんねん、そういう狙いやねん。日米の領艦はベトナム入りの前、のベトナム入り前の10から14日、沖縄南方から南シナ海でフランス軍やカナダ軍との海上共同訓練に参加、南シナ海問題に関与する姿勢を強く打ち出した。しかしこのロナルド・レーガンでかいですね。ほんまに。ロナルド・レーガンは30日まで寄港し、米海軍はダナン市内の児童養護施設慰問や楽団のコンサートといった交流プログラムを実施する。一つの町みたいなもんですからね、アメリカの空母って。そうするとですね、楽団までちゃんと乗ってるんですね。まあ、もちろんその楽団は普段はその楽器ばっかりで演奏してるんではなくて、杉平さんやってるんでしょうけどね。で、その中で乗り組みの中で楽団を形成してるということでしょうね。なんでわざわざですね、横須賀が本拠のロナルド・レーガンがベトナムのダナンに入ってですね、交流するかということはですね、もちろん中国への牽制なわけですね。ベトナムというのもですね、中国とは対立関係にあります。もともと1978年やったかな、9年やったかなと忘れましたけど、中越戦争というのがございました。それでまあ激しく戦ったわけですね。その後ですね、まだオバマ政権の時ですね、ベトナムの島を中国は軍事力で奪っています。でそれについては今ベトナムも抗議をしていると。抗議をまあまあ、ね、でもね、中国怖いですからね。で、
ベトナムという国にはですね、まあ、簡単には海軍戦力がほとんどないんですね。だから中国の巨大な海軍戦力とは到底ですね太刀打ちできない。まあ、陸上兵力であればですね十分ベトナム軍強いんですけどね、でですねそこはアメリカがってやってくるわけですね。まあアメリカとねベトナムっていうのは長い間ですね、まあ、戦争をしてました。で お互いなんとか和解できたのがですねやっとこの20年ぐらいでしょうかね。でもやっぱりおっかなびっくりなんですよ。お互いにもうベトナム戦争に従軍した世代というのはですね、まあ、言うてみれば日本の団塊あたりの人ですよね。だから今もう75、6歳になっていましてですね、まあ順番にあっちゃかに言ってるわけですね。まあだからその、まあ、傷は癒えたかと言いますと、まあまあ癒えてはないんですけども、昔に比べたらとましになったという感じですね。でですねロナルド・レーガンがここの辺をうようよすることによってですね、おら中国ってお前らだけちゃうねんぞというところを見せているわけですね。あのね、毎日こうやってこうこの動画を撮るためにニュースを読んでいますでしょう。日に日にですねこの台湾周辺のですね軍事的緊張が高まってくるのを感じますね。習近平がねこう台湾に行くっていうのはねもう絶対行くやろとアメリカも確信をしています。日本もまあ何となく分かってきた感じがしますね。まあ岸さんの頭で理解できるかどうか分かりませんけども、少なくとも我々おっちゃんみたいな人間はですねまあそれあるやろと、それがいつなんかということなんですね。でいつも言う通りですね、来年の1月に台湾の総統選挙がございまして、これでですね国民党の人が総統に選ばれたらですねまあ一休みですね、いわゆる平和利な統一を目指すと思うんですよ中国。ではなくて民進党の人が選ばれたらですねその人次第なんですけども、もう武力統一ということをですねスケジュール化すると思います。で、その民進党が選ばれてた場合は早ければその来年中にありそうな気がします。なんでかと言いますと、それはバイデンさんの任期中ということなんですね。バイデンさん基本パンダハガーなんでですね中国と正面対決は避けたいはずなんですよ。あの人ね口では勇ましいこといっぱい言うんですけど中身パンダハガーなんですね。中身全くパンダハガーなんですよ。だからもしかしてバイデンさんであればですね中国が台湾に行ってもですねアメリカは介入をためらう可能性があるというふうに習近平さん読むかも分かりません。まあそれは分かりませんけど、だから一つは2024年中というのがありますね。まああとはそんなのとは分かりません。習近平さんがですね次のですね、選挙っていう、まあ、選挙というか、まあ、手続きですねがですね、2027なんですね。2027にまた全国人民代表、ちゃう全人代表で、ね、共産党のなんたら大会ですね、を開いてですね、次の総書記に選出をするわけですけども、それが2027ですからそこまでに やるというのもありますね。まあ、あとは分かりません。でも彼らが真剣に考えているというのは確かですね。でそれに対してですねアメリカはですねおーら空母あんねんぞと、まあ、ただね一隻では足りません。台湾有事になればですね、まあ、最低3は必要ですね。4ぐらいあればですねかなり強いんですけどね。まあまあいつも言ってますように台湾有事の場合は何が一番キーになるかというと台湾です。台湾がウクライナみたいに頑張ればですねアメリカは助けに行くと思います。台湾が万歳してしまえばあしゃないなと、残念やったわってそれでおしまいになると思いますね。まあそのあたりですね台湾が一番頼りないですね見てますと。あんたらちゃんと戦うんかほんまにみたいなですねそういう感じですね。アメリカはですね、まあ、バイデンさんの頭なんか知りませんけどアメリカの国としてはですねやるでというような気持ちになってるかと思います。だからですねこうやってですねロナルド・レーガンがダナに入ったりしてるわけです。現場はかなりやる気満々やと思いますけどね。現にこう中国からいろんな嫌がらせされてますからね、現場はやる気満々なんですけども、
その、 その、ね、肝心のです、ね、中国ですね。あとベトナムは基本的にアメリカに今協力的です。対中国ですから、敵の敵は味方ということですね。ということで、この産経新聞のです、ね、アドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。